4月21日、日野田総理は迎賓館において第4回日メコン地域諸国首脳会議を開催しましまたメコン地域諸国とはメコン川流域に位置するカンボジアラオスミャンマータイそしてベトナムの5カ国この会議は日本と各国の首脳とがこの地域への支援協力などについて議論を行います メコン地域の開発と発展は東アジアの発展と安定の鍵でございます今後もメコン地域とともに成長と繁栄を共有する環境を整備をしていく考えでございます我が国はこれまで2009年の第1回会議で採択された東京宣言をもとに地域内の発展に向けて幹線道路の整備や 母子の健康に関するプロジェクトなどさまざまな協力を実施してきました今回の会議では野田総理から2015年までの新たな協力のビジョンを提案3本の柱からなる東京戦略2012が採択されました具体的には域内の連結性向上の支援を行うという1本目の柱メコン地域の 経済成長のための投資や貿易を促進するという2本目の柱。自然災害、母子保健対策などを行い、人間の安全保障及び持続可能な成長を確保するという3本目の柱からなります。この3本柱の着実な実施に向け、我が国からメコン地域の発展に貢献するインフラ整備案件として、 57件のリストを提示さらに来年度以降3年間でおよそ6000億円の ODA= 政府開発援助を行う方針を表明しました首脳会議の後にはカンボジア、ミャンマー、ベトナムそれぞれと2国間の首脳会談も実施経済協力や投資促進などについて議論しました。特に 二十八年ぶりに元首が来日したミャンマーについてはこの一年間大統領が民主化国民和解経済改革を精力的に推進されたことに心から敬意を表したいと思います今後も改革の行方を世界が注目をしています日本も改革を後押しをしたいと思いますと支援を強化することを表明 ミャンマーに対する円借款を25年ぶりに再開することや、防災・情報通信技術などの分野で協力を進めることを確認しました。東アジアの安定と発展は、メコン地域の安定と発展なくしてありえず、我が国はメコン地域を引き続き、支援の重点地域として力強く協力を推進をしていきたいと考えております。